私たち東北大学でやっております地域住民コホート調査ですが、地域住民の方々被災を受けていろいろな健康問題が上がってきております。例えばうつであったり不眠であったり、またお酒の量が増えている、タバコの量が増えているという問題がありますので、そちらについて健康調査をさせていただくというのが一つ、もう一つは未来の子どもたち孫たちの世代への医療に向けた個別化予防、個別化医療、一人一人の体に合わせた予防や医療を作っていくための健康調査になります。コホート調査という研究の名前がございますけれども、こちら健康な方々の生活習慣を調べさせていただいて、どういう方が病気になるかといったことを追跡させていただいて、その健康な時の生活習慣とその後の病気の関係を見ていくといった健康調査のことをコホート研究と言います。今回はですね、被災地での健康調査ということもありまして、宮城県で5万人以上、岩手県で3万人、合わせて8万人以上の方々の地域住民の方からご協力をいただく予定になっております。一応県内全域を目指しておりますが、まずは沿岸部を中心に回らさせていただきつつ、内陸部の方々にもお願いをさせていただいているところです。今日ですね、検査させていただいているのは生活習慣、家に持ち帰っていただいてのアンケート調査と追加の採血です。で、追加の採血で調べさせていただく項目は、ピロリ菌の検査であったり、アレルギーの検査であったり、腎機能であったりですね、そういうものをお返しさせていただいているというものになります。基本的に健康な方々にお願いしておりますので、そうそう大きな病気がそんなに頻繁に見つかってもらっては困るわけですけれども、私たちの調査の中からも大きな病気を見つけられた方というのは実際おりますので、この機会にですね、普段の検診では受けられないような項目についても評価いただけるといいのかなと思います。私たち被災地の復興、現在を見守るということのほかに、次の世代、未来の子どもたちに向けて新しい医療予防法を開発したいと思っております。皆様一人一人のご協力で新しい医療、新しい予防が出来上がってくると思います。もしこの調査にご興味あられる方はですね、ぜひご協力いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。